はい、どうも、熊さんです。今日のニュースは、二階くんはい、二階くんなんだけれども、あの、この記事ですね、あの、二階幹事長の、この菅おろしが始まる時に、担がれるポスト菅候補者たちの裏事情という記事なんですけれども、この記事はですねえ、読みません。読みません。あの、国民が求めてる記事ではないと思うから、簡単に言うとですね、この記事何が書いてあるかっていうと、菅さんって今ね、総理大臣頑張ってるじゃないですか。しかし、ちょっとね、あの、コロナ対応をミスしたっていう、まあ、熊さん的にもね、別にこの対応ミスったとも思わんのだけどね、あの GoTo キャンペーンで,です、ね、感染広げたとか言われてますけど、別に GoTo キャンペーンで広がらなかったしね。とか、まあ、とはいえ、あのオリンピックの問題であるとか、なんかこう、いろいろで問題が重なってしまって、菅さんの支持率って今33%、33 30%台まで落ちてきてるじゃないですかで、これに関して自民党がですね、やっぱ危機感を持ってるんですよ。次の総選挙まで時間もないのに、こう菅さんがですね。 の支持率が回復しないと、これはポスト菅をですねえー。そろそろ探さなければならないんじゃないのか、っていうような声が出てきてるんですよ。で、ここにですね。あのね、二階くんが出てきてですね。 二階くんはまだね、あの、菅さんを押すと。二階くんはまだ菅さんを押すっていう状況ではあるんだけれども、このね、あの、二階くん、えと、ー、菅さんのですね、後継者、後継者で、えー、この人を押していけば選挙勝てるっていうようなですね、あの、人が出てきたら、えー、とね、二階くんが菅さんを下ろして、えー、新しい人を担ぐぞっていうようなことを言い出すぞというような記事なんですよ。で、そのあの、ポスト菅の候補者として、 ね、前回ね、あのー、菅さんとね、総裁選争ったですね、ええー、まあ、河野さんと、あと岸田さん、そして、あの、石場ちゃんとですね、<laughs> まあ、石場くんはさすがにありえないけどな。だって石破君、石場くん二階くんのコンビとか、もどこの国の、ね、政権な中かよくわかんないじゃん。もうや、やばいことこの上ないでしょ。だからまあ、あの、まあ、河野さんになるかなとはちょっと思ってるんだけれども、こんな感じで、 ポスト菅は一体誰なのかっていうのを書いてある記事。そして、えっ、ー、と、誰このね、3人のね、候補者の中で、やっぱり二階くんが誰を選ぶのかというところがポイントでしょうみたいな記事なんだけれども、全然違うよね。全然違うよ。あの、自民党大好き、熊さんね。自民党のことを熊さん大好きなんですよ。だから自民党にはですね、あの、今後も頑張ってもらいたいんだけれども、あのね、降ろさなきゃいけないのは菅さんじゃないの。ポスト菅を選ばなきゃいけない時期じゃないの。降ろさなきゃいけないのは二階くんなの。 自民党の、ここからはね、あの、自民党の方に聞いてほしい。自民党の議員さんに聞いてほしい。あのね、二階君を下ろさないと、この後ですね、例えば菅さんを下ろしたとするでしょで、その後河野さんとかがさ、総理大臣になるじゃん。でも今のままで行くと、二階君の後押しで総理大臣が決まるんですよ。二階君に忖度しなければならない総理大臣しか決まらないんですよ。となったらですね、もう誰が総理になっても、二階君に忖度をすると。<laughs> 失礼しました。 誰が総理になっても、二階君に忖度をしなければならない状況がこのままだと生まれるんですよ。で、そうなるとですね、国民の人気は絶対に上がらない。絶対に上がらない。で、安倍さんもかなりあの二階君のことは気にしてはいたけれども、安倍さんはもともとですねあの、超絶人気のある方ですかね、国民的な人気のある方だからこそ、え二階君をですね、あれだけ抑え込めていたんですよ、まだ。 でも、あの安倍さんほどの,です、ね、あのカリスマを持った方っていうのは、今の政界にはいらっしゃいません、河野さんだってまだ年若いしね、うだからあのいないんですよ、となると、ですねたとえあの河野さんだったとしても、二階君の後押しで総理大臣になっちゃうと、やっぱり二階君に多少なりでも忖度するんですよ、でそうなるとです、ね、なんだろうな、例えばクマさん、GoTo キャンペーンなんてめっちゃ応援してたんですよ、クマさんの友達前も言ったでしょ、あのね、あの旅館の経営をしていたりであるとか、ペンションを経営してるやついるんですよ、で彼らは GoTo キャンペーン、めっちゃ喜んでたからね。 これでなんとかね、息が繋がりそうだみたいな形で喜んでましたから、だから熊さんはね、GoTo キャンペーン応援してたんだけど、それ系の記事、動画作ってないでしょ。なぜかというと、GoTo キャンペーンを一番応援してるのは二階くんだから。だからなんか二階くんに忖度するような形になっちゃって、なんかこう、ね、クさんもう喫水の自民党支持者ですから、この喫水の自民党支持者ですら、支持者ですら、なんか自民党を応援しにくい雰囲気が出ちゃうんですよ、二階くんが顔出してくると。だからね、二階くんを下ろさないとダメなの。 二階君が今の状況で居座ったままだったら、たとえ誰が総理大臣になったも、今回の菅さんのような状況になってしまいます。今日う、この支持基盤というのができないんですよ、国民の中に、二階君が不人気すぎて。だから、二階君を下ろさないとだめなので、それにね、この記事は言及してないんですよ、だからね、あでも読まないでですね、あのおおよその概要を伝えたんだけど、久保さん、今日ね、読みたいのはね、読みたいというか、読んでね、自民党の議員さんに聞いてほしいのは、皆さんの声なんです、これ。 ヤフコメ、ヤフコメ、ヤフコメ見たらですね、国民が何考えてるかっていうのはある程度分かるんだけど、今回、特によく分かるよ、自民党の議員さん。君たちがやらなきゃいけないのは、二ろ卸しなの。二階さんを下ろさないと、自民党おかしくなるよ、本当に。それを理解してよ、あのね、もうね、二回を下ろすべきだっていう人がね、現れたらね、もうその人が次の総理だよ、多分そういうことですよ、大人気になると思うよ。 二階さんを下ろして自民党をぶっ壊して一から立て直すんだということをはっきり言った人が次の総理です。で、長期政権になると思います。このまま二階君がいたらですね、誰が総理になっても短命政権で終わります。 最初は期待が上がってね、支持率60%とか行くんだけれども、やっぱり二階くんの顔がちらつくからだんだん人気が下がってきてですね、で、いずれは多少なりとも失敗するんですよ。どんなにね、優秀な人でも。で、その失敗でですね、一気に支持率が30%台とかに下がっちゃって、ああ、もう次を考えなきゃ、みたいな。そんなね、あの、毎年、毎年同じようなことが繰り返されますよ。そう、そうしないと。だから、二階くんを下ろそう。自民党をぶっ壊すつもりで、二階くんを下ろしてください。 そうしないと、この先ですね、また毎年毎年総理が変わるっていう、あの最悪の悪循環、あれが始まっちゃいます。始まっちゃったら最悪ですよ、まあ、だからあの日本の、ね、民主党とかに、ね、あの立憲民主党とかさ、昔ほどの勢いはないわけですよ。 政権を取ってからですね、むちゃくちゃやっちゃったから、やっぱり政権運営はやっぱ自民党じゃないとダメだねという考えに賛同してくれる方は多いと思う。だって維新の会とか立憲民主党に君たち政権任せる気になる俺は全然ならない。1ミリもならない。それだったらまだ腐りつつある自民党の方がまだマシだと思うからね。うん、とはいえ、世界基準で見たらですね、やっぱり二階君がいる自民党って弱いんだよ。 安倍さんみたいなスーパースターがその再登板してくれるんだったら話は別だけど、そ、簡単にはその流れならないじゃん。となったら別の人に総理大臣にやってもらわなきゃいけなくて、その総理大臣二階くんの息がかかってのはやっぱダメなの。だから二階を下ろさないといけないの。はい。というわけで、ね、自民党の議員さん、よく聞いてください。これが国民の声です。もうね、すべての意見が二階を下ろすになってるよ。わかりますこれ相当深刻な事態だと思って受け止めてくださいね。おいきますね。なんで二階下ろしか始まらないんだよ。いや、ほんとそうだよ。 本当その通りだよ。ね。このまま行くと、いくら自民党でも次の選挙は大敗するぞ。で、多分ね、大敗はないと思う。だって、えっ、ー、と、代わりになる政党ないじゃん。さっきも言ったけど、立憲とか維新とかに政権任せたいですか本気で思ってるとしたらちょっとおかしいと思うよ。 結局、政権を営すすのは自民しかないから、いやいや自民党に投票するか、選挙に行かないかっていうようなことになると思うんだよ。まあ、書いてるけどね、この人ねあの選。投票先がないから、投票しない人がめちゃくちゃ増えそうだけど、うん、投票しない人が増えると自民党が強いから勝っちゃうんだけれども、あの別に選挙に勝てりゃいいって話じゃないから、日本を立て直してもらわないといけないから、そうなるともう二階君に忖度するような総理大臣はいらないんです。はい、で二階君を切るんだったら、僕、菅さんのままでもいいと思うよ。いや、菅さん優秀だと俺、思ってるからね。 あの、局地線、局地戦で言ったらですね、あの、携帯電話の話とかね、非常に優秀だったもん、やってること。あんなの簡単にできないですからね。いや、さすが菅さんだなと僕、今でも思ってますから、二階君を切れるんだったら、このまま菅さんが連投してもらっても全然 OK なんですよ。いきますね。え、和歌山県民もよく判断しないとダメですよ。確かに。え、二階さんから恩恵を受けているのは、建設業界のごく一部に過ぎない。やはり県民が選挙に行かないとダメですはい。和歌山県民さん、日本の未来を握ってるのは、あなたたちですよ。 あなたたちがちゃんと落とせるかどうか二階君をこれ結構日本の未来変わるよ本当に和歌山県民の皆さん お願いしますよう、えー。一時的にこいつを幹事長のポストから下ろしても、正解からはいなくならないのが理由じゃないかな。確かにね。派閥でかいし、選挙負けても比例で復活をすると。本当に下ろすなら、自民党全議員が増反しないと難しいのでは。だからもう全員議員が増反してですね、自民党終わってですねえ、二階君だけ自民党に残して、新自民党を作ってしまえばいいんだと思うんだけどそ、まあ、その無理かな。うん、えどうして二階さんに投票する人たちには責任あるよね。確かに。80代のおじいちゃんの腕にすがりついている県民の意識レベル疑われますよね。えその 肩にすががってどんんな利益用があるんでしょうか投票する側の責任をも考えられる県民になってほしいですよ何を求めて投票したのでしょうか他の地に住む心ない言葉と捉えないで,捉えないで考えてほしいですと確かにそうなんだよ二階くんを選んでるのは和歌山県民の皆さんですでそのあなたたちが選んだ二階くんはであの全国的にめちゃくちゃ非難されてます お前が邪魔をするから自民党の人気が落ちていくんだ。自民党の支持率が下がっていくんだ。自民党が腐っていくんだって言われてるんですよ。和歌山県民の皆さん。お願いだから次二階区に投票しないで。はい。え、菅卸よりも二階卸にならなければ自民党は変わらないでしょう。確かにそうだと思います。はい。え、二階さんから恩恵を受けているのは建設業界のごく一部に過ぎないと。で、和歌山県民がこいつに全く投票しなくても、自民に票が集まる限り比例で復活しようだよ。まあ、そうかもしれないけれども、<coughs> <laughs> ごめんね、あの比例で <laughs> 議員になった人っていうのは、やっぱり声は小さくなるんですよ。だって選挙で勝てないんだから、足引っ張ってんだから、比例でしか議員になれないやつの声って小さくなっていくから、もうそれでもかまわないと思う。うん えー、投票に行かなきゃ結局この状況で、まだ内閣支持している3割の保守、思考停止集団あの、熊さんのことかな、思考停止とか言わないじゃん、うんの票が、えー、投票数の8割を確保して自民党対象になるわけだ。行かないっつうのは、自民党に、えー、積極的に投票しているようなもんなんだけどな、まあ、確かにそうかもね。え政権交代したら、えー、当然、当面の混乱は生じるが、自民党のまま我慢していれば確実に日本は終わるとは違うよあの。自民党を変えないと日本が終わるんだよ。 立憲民主党とかに任せたら、逆に日本は終わると思うよ。民主党政権のあの3年間見たでしょあの円の価格と株の価格見ためちゃくちゃだったんだから。本当に日本は終わるんじゃないのって、経済詳しい人はみんな思ってたんだから。自民党じゃないとだめなんですよ、今は。もうちゃんとして野党いない、もうその桜井さんのところが育ってきたら、またね、あの話は別だけれども、やっぱ政党としてはまだまだちっちゃいよ。うん だからやっぱりまだ自民に頑張ってもらわないとダメ。そのためには自民党を潰すんではなくて、自民党を改革する。で、自民党の改革は何かというと、二階君を潰す。はい。え、賃金は上がらず税金は増え、それを利権のために横流しして国民には配分せず、まず自助共助をと訴えて、え、国民同士で妬み合わせ、え、公助のはずの待機児童対策のために、え、童手当を減らすような対策しか打たないと。何の希望も、そんなことはないんだけどね。結構やってるんだけどね。おえー、政党支持率で見たら、まだまだ選挙で勝てます。確かに。え、選挙で勝ったなら、当然幹事長である二階君の、えー、 影響はさらに高まる、えー、安倍から菅に変えたとき、安倍政権党首と明言しても、えー、支持率は急上昇、これと同じかやり方ですと、えー、菅政権が決定徹底的に失敗し、例えば河野が2回と麻生の後ろ立てても交代すれば、前回と同様に支持率は急上昇する、そのタイミングで選挙をすれば、<coughs> ごめんなさい。うん いや、だめなんだって、だからそれじゃあ、あ二階君の、ね、後ろ盾を得て総理になったとしても、多分、ね、その後伸びない、長期政権は無理、はいえー、無党派の多くが選挙に行き、投票で現在の与党、維新も含む以外に、えー、投票すれば、いや、そんだからそんなことしたらいいしで、立憲民主党が政権取っちゃうじゃん、でも日本終わる本当に。 また、あの、なんか、なんか、1ドル75円とか、わけわかんない時代来るよ。で、次が誰であれさらなる問題が与党から噴出してもしない限り、与党は選挙で勝てる。選挙で勝てる以上、二回の影響力は落ちない。違うんだって、だから、あの、与党の影響力は残していいんです。やっぱ自民党しかねあのー 政権ちゃんと運営できないと思うから、二階区をいかに切るか。はい。えー、世論調査に二階を支持するかを加えてやってくれるところはないのでしょうか。確かに。えー、次の首相候補投票で、0%の二階が牛耳る内閣なんて、森さんが川端さんを後継指名することと同じだろう。ちょっと違うと思うけどね。うん。えー、自民党イコール二階です、ね、違います。だから違うんだ。まあでも今そう見えるのは、あのあのもう無理はないんだけどね。えー、二階を潰すためには自民党を潰す必要があります。だからそれはダメなんだって。えー、こ、皆さん、あの自民党とか、あの、ネトヨの皆さん、こういうことを言 これね、書いてるのは完全にパイクの方なんですよ、で、あの自民党あの、二階君っていうのは、自民党の支持者とか、ネトウヨからも評判が悪いんですよ、ね、全員が叩くんですよ、だからそれに乗じてですね、うん、二階を叩いて、ついでに自民党も潰し,しまおうぜっていうパイクが出てきてるんですよ、やばいでしょ、まあ、二階んの存在ってそのくらいやばいんですよ。 で、二階君を叩くことに関しては、ね、ネトウヨとかさ、もう熊さんたちネトウヨとか、あの自民党員もですね、それほどやぶさかではないじゃないですか。でも、あの、叩叩く方向を間違えると、自民党を叩くことになっちゃうから、それはまずいんだよ。だからこれね、自民党イコール二階っていう人は、これはね、あの、気をつけてくださいね。こういうことを言ってる人は気をつけてくださいね。あの、二階君の不人気に乗じて自民党を倒そうとしてますから。これは気をつけてね、本当にね。 で他か、2、えー、階下ろしの方が日本にとっていいと思うんですけど、確かにそうなん,そうそうなんですよいやで、いや、下ろすのは二が2階さんですよと、うん、でこの人の力って2階派の人数という数字でしかないから、次の選挙では2階派全員を落選させるために一丸となりましょうええ、えー、思想も理念も一致していない人が集まって、それが一番強い集団だなんてばかけているというあのあの理念とか思想が一致していない人が集まっても構わないんですよ、だってすべての思想と理念が一致する人なんて逆にいないでしょ。いたら逆に決 気持ちが悪い人はあの人の数だけ考え方の違いがあって構わないんだけれどもあの同じ共通の目標を持てるから、ね、中国共産党を倒すとかねそういう同じ共通の目標を持てる人だったら別に同じ集,集団に集まっても全然構わないんですよ。であと二回派全員をです、ね、落選させてしまうとあの自民党が壊れちゃいますから二くんだけを落選させる。 二階くんだけを落選させる。このために一丸となりましょう。はい。極端な話、二階さんが正解を引退しない限り、日本の政治は変わらないと思います。なので、あるべきことは、菅卸ろしではなく、え二階卸ろしでしょう。もうこれ本当おっしゃる通り。これもこの通りですよ。うん。だから二階さんを正教、あね、正解から引退してもらうという、なんか一言なんか言ってくんねえかな。なんか人気取りのためにさ、石破さんとかがそんな言い出しそうなんだよ。石破ちゃんがそれ言い始めるとね、めんどくさいことになるんだよね、またね。うん。え、先日の話の内容から普通に考えたら、菅さんより二階さんにやめてもらうのが日本の のためだと誰もが思ってるんじゃないかなおっしゃる通りです。日本の誰もがですね菅さんじゃなくて二階さんが辞めるべきだと思ってますはいえ二階はずしが最優先少しはマシになるかもまた菅も少しは考えが変わるかも絶対変わりますはいで今の政権で一番の足かせになっていると二階君がね、うん、え自民党員も理解できてるはずです一日も早く行動を願うそこで菅も自身では何もできない無力さを知ることでしょうなんかまあ、そうなんだけどあのね菅さんには熊さんまだ期待をしています。 あの人の手腕はちょっと普通じゃないと思うので、あの二階さんの足かすが外れた菅さんというのを熊さんは見てみたい、はいで。二階さんの力を落とすには二階派議員を落選させればいい、もう和歌山三区県民には期待しない方がいい、あが、和歌山二区じゃなかったっけ、二階校。 三個だっけうん。え、未だに派閥政治。二階派がいなくなれば力も落ちていくと。はい。で、え選挙でそこそこの議席が取れれば、まだ力を持ち続けるでしょうで。だからね、自分からね、引退をしていただく必要があるんだよね。うん。で、なんでこの人が、要するに二階君のことだね。なんでこの人が人を下ろすとか下ろさないとか、そんな決定権があるの偉いの神様なのあの、神様じゃないけどね、偉いんですよ。うん。で、神様なら、自分が一番国益を損ねていることに気がついて身を引いて欲しいわ。いや、ほんとそうだよ。 一番国益に損ねているのをね、分かってらっしゃらないんだよね。わしがいないと自民党はダメだと思ってますからね。で、他のですね二階派の議員がね、わしをわしを持ち上げるから、もうどん,どん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 おかしな方向にバカみたいに進んでいってるんですよで。その通り、ボランティアについての発言は問題だ。辞任要求しましょう。辞任要求できるんだとしたいよね。で、二階なんて息子が市長選落選して、まのねし共産党に落選 <laughs> え。だから人望なんてない。確かにね。98.8%の人が思ってます。確かに思ってます。定年制はどうだったら本当だね。 定年制を利用してさ、二階君を落とせないのかな、えー、二階をどうにかしなければ未来はない、えー。とにかくあらゆる分野に絡んでいるこの老害が幅を利かせている限りどうにもならない状態で、いや、ほんとそうなんだよ。二階君がね、幅を利かせている限り自民党ってどうにもならないんだよ。だから二階君をさっさとね、退陣させないといけないんですよ。 え、二階さんが大手向かいで活躍し続ける自民党であれば、えー、党支持者も離れていきますよ。ほんとそうですよ。うん、少なくとも、我が家の選挙権を持つ5人は、え、批判票を投じる予定です。やばいぞ、自民党。えー、祖父、えー、某自民党代議士の後援会会長、すごいね、この人。後援会の会長を務めていたおじいちゃんがいるそうです。はい。の代から自民党支持でしたが、もうさすがにうんざりです。はい。こういう声はね、全国各地で上がってますよ。自民党の議員さん。誰かが率先して二階君を落とさないと、自民党終わります。 頑張って。うんえ。政治の世界と言われればそれまでだけれども、いつまでたっても同じことの繰り返し、党内でお互いの足を引っ張り合ったばかりで本当には切れます。それに、まずは、二階氏下ろしが先ではないのですか。本当にそうです。あの、政局をね、あの、やるのは別にいいよ、政治家なんだから、どこの国でもあることだから、それはしょうがないんだけれども、二階君はもう絶対ダメだって。 こんなに言ってるのに何も動いてくんないの。はい。えー、二回が全面に出てる限り自民党に投票する国民はいない。そんなことはないんだけどね。あの、えー、とはいえ、あの、自民党以外の政党がうんこだから、うん。もう自民党に投票するしかないんだけれども、その自民党に変わってほしいってみんな思ってます。はい。え、野党にとっては最高の状態になってます。いや、野党人気ねえじゃねえかよ。え <laughs>、個人の主張は抑えて、とにかく野党がまとまれば自民党をひっくり返すことができる。できません。はい。え、でも個人間のばらつきで、えー、ばらつきでまたまた止まれないだろうな、本当にアホな野党の個人主張 いやまあまあそうだね、うんでえー、に菅さんはし,らしがらみなしにしそうになっていたら、案外ちゃんとした仕事をしているかも、いや、本当にその通りなんですよ、おっしゃる通りですよ、マムさん、うん、で二階の利権を絡めた政策を実行しないといけないから、葛藤があって行動が意味不明になっているとか、まあ同情はしないけど、いや、でも実際ね、あのこう二階君の影響がなかったら、菅さんってね、相当ちゃんとした仕事をする人ですよ、僕はそう思う。 だから二階軍きっと欲しいな。二階を幹事長に据えている自民党が国民と乖離している。以前の一年たらずで総理をすげ替えることで、日本の国際政治における発言力がどれほど弱まったか、いや、ほんとそうだよ。で、幹事長の意向で総理が決められることが事実であれば、マスコミはそこを攻撃するべきだろう。菅総理には二階と親中派を排除するか、親中派に実力があるのであれば、チャイナに特使として派遣する実行力を見せてほしい。確かに。 総裁はできる限り、国民総意に近づける努力をすること、若手議員に脚光を,を当てること、議員の部会活動にも注視し、行政府の不足分を議員がカバーする可能性を見せること、ただし、連邦福島、高津出身の下品な女性代議士、名前忘れたなど、行政府、立法府をかき混ぜるだけの活動化は無視して、雑草を取り上げないこ,とこれこのことこの方こいいこと書いてるね。いや、本当そうですよ。菅総理にですね、あの、二階さんを排除してほしい。 で、菅総理の、あの、誰にも忖度しなくては構わなくなったに、に、菅さんのですね、手腕をコアさんは見てみたい。いや、なんだかんだで、菅さんは絶対優秀だと思うもん。二階というおもしがなくなったら、菅さんっていうのは日本のためにめっちゃ働いてくれると思うよ。だから、二階くんを下ろしましょう。とにかく、あのね、菅さんがダメなんじゃなくて、二階くんが邪魔をしてるんだということを伝えたくて、この動画を作成しました。はい。というわけで、なんかね、二階くんを下ろす上手い方法ないかな、皆さん。<laughs> ごめんなさい。ちょっとこのコメントに書いてほしいんだけど、あの、前回、前々回くらいの動画でですね、二階くんを降ろすためにはどうしたらいいかっていうと、あの、元自衛官の方のツイッターとか取り上げたじゃないですか。だから、誰かね、二階くんをね、うまいこと外す方法っていうので、ね、誰か提案してください。え、熊さんとしてはですね、あの、追いさんに、及川も何回も言ってるけどさ、あの、冗談のように言ってるけど、熊さん結構本気で思ってるからね、あの、追いさんにですね、あの、和歌山で出馬をしていただいて、二階くんを倒すと。 二階君を倒すと。今の及川さんの力だったら、ね、意外と俺いけるんじゃないかなと。ネット民がみんなね、和歌山のネット民がみんなね、こうま、あのね二階君の、ね、自民党の議席をですね、あの幸福実現党に1個渡すのは熊さんとしてはちょっと嫌なんだけれども、たぶ二階を下ろせるんだったら幸福実現党に1個渡してもいいんじゃないかな。幸福実現党の結構右寄りだよね。立憲民主党とかよりは全然ましな政党だと熊さんは思っているので。だからあの、ね、和歌山、二区もしくは、 3区かなうん。和歌山二区か3区かちょっとわかんないけれども、あの、二階くんの議席は、及川さんにお譲りしますので、及川さん、ぜひですね、ぜひですね、和歌山で出馬してくださいということで、熊さんの動画を終わりたいと思いますわいわい。